こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はですね、ちょっと変わったお話というか、ちょっと思いついた話というか、全く根拠のない話というところではあるんですけれども、もしかしたらこれなんじゃないのというお話、ですので、眉唾なところで聞いていただければなと思いながら、お話を進めていこうと思います。ただですね、高校選びの中で、実際に現地に足を運んでいただかないとわからないことっていうのはあると思いますので、ぜひ現地に、これから選ぶ高校は一つでも多くですね、実際に高校を見て回ってというのは大事になってくるのかな。そこのところは眉唾ではなく、聞いていただいて、で、お話を続けていければなと思います。で、私ふと思ったんですけれども、川口北高校、近年人気が低迷しているというところで、通いづらいよねとか、駅から遠いよねとか、いろいろあった、いろいろなところを考えてみたんですけれども、先日ですね、実際に現場に行って、見たんですけれども、こちらが、Google マップから拾ってきた地図です。こちらが東浦和の駅で、道をこう歩いて川を渡って、埼玉県立川口北高校がここですね、この大通りに面している病院のすぐ裏っていう形なんですけれども、私、川口北高校に行ったわけじゃなくて、そのすぐまた隣の、埼玉学園大学、こちらに行ったんですけれども、こちらで学生さんたちを眺めてきたところで、思ったところ、帰りとぼとぼ歩きながらですね、思ったことを、今回お話にまとめていくようなところなんですけれども、川口じゃないです、浦和、東浦和でしたっけ、東浦和の駅ですね、駅前の写真、こちらも、ストリートビューで拾ってきたんですけれども、開けた、ところで、マクドナルドがあったり、こちらは塾が入っている、ビルがあったりで、大きなパチンコ屋さんがあって、でこの写真の左手、こちら側が駅の入り口みたいな形になってきます。ですので、先ほどの地図ですと、この駅のこの通りですね、この通りのこのガーデン東浦和って出てる、この辺のストリートビューを持ってきたようなところです。ですので、街も開けていますし、通学路の途中もカフェがあったり、ジョナサンがあったり、セブンイレブンがあったりみたいな形になっていますので、学生街というほど学生街ではないんでしょうけれども、埼玉の、都会に比べるとだいぶ田舎というところで考えると、だいぶ都会というか開けてるのかな。私の近所の春日部高校なんていうと、八木崎の駅があって、目の前に高校があって、あと何にもないよって、コンビニも、踏切渡って反対側に行かないとコンビニがない感じなので、コンビニ一つ行くにもちょっと苦労する。最近ファミマができましたかね、そんなところではありますけれども、それに比べると、マクドナルドがあったりですとか、パチンコ屋さんがあったりです、実際に高校生がパチンコやるかどうかは別にして、そういうお店が並んでるっていうところでは開けてるのかなという街並みを見てですね、埼玉学園大学に行ってできたんですけれども、どんな大学かっていうところを下調べしたところで、こちらがですね、令和4年度の入学者数というところになってくるんですけれども、一番売りたいところが、大学側として売り込みたいところが人間学部というところになってくるのかなというところで、合計で345人入学してますよっていうところですね。で、大学院の方がもう壊滅的で、一桁の人数しかいないということですので、大学院に行くような大学ではないのかなというところになってきます。で、こちらが、在籍者数ですので、在学生ですね、人間学部の方が、合計で1290人というところです。ですので、ちっちゃな、少人数の大学ということになってきます。
で、トップページを見ると子ども発達学科、小学校教諭校、小学校の教員を養成するコース、あとは、幼児教育ですので幼稚園ですとか保育園の、先生を養成するコース、ここが、まあ、トップに出てきますので、まあ、こちらを売り込みたいのかなというところです。で次が、数理データサイエンス AI 教育というところなんですけれども、こちらについては、まあ、理系の学部がないので、これはどうなのよっていうところがあります。であとは心理学ですとかそんなところになってきます。で、これですね、子ども発達学科、これはもう定員割れしちゃってますよっていうところですね。一番売り込みたい子ども発達学科が定員割れしている状態で、トップページを見ると、教職を目指す子どもたちをと、取りたい、売り込みたい大学っていうところは分かるんですけれども、ちょっとそこがうまく機能していないのかなという大学になってきていて、じゃあ実際に先生にどのぐらいなってるのっていうところなんですけれども、こちらが、実際に公立の、公立学校への就職人数なんですけれども24人ということになってきます。ですので、これですね、345人卒業していく中で、保育園を含めても29名が、教師または保育士への道ということになっていって、でじゃあそれ以外どこに行ってるのよっていうところなんですけれども、小売ですとか、サービス業、この辺が多いのかな。あとは医療福祉といっても、お医者さんですとか、看護師さんの免許を取るコースはありませんので、まあそういったところの、まあ、事務系の職業についていくのかなというところ、あるいはまあ飲食サービス等々に進んでいくお子さんが多いのかなというところになってきて、まあ、多くが小売業、サービス業、福祉というところで、まああんまり人気がないところになっちゃうのかなというところが、心配される大学です。でじゃあ偏差値どのぐらいなのよっていうところをパスナビの方で見てみたんですけれども、共通テストの得点率がまあ半分いかなくても合格できるよねというところ、まあ半分ちょっと取れればもう十分合格というところで、偏差値がまあギリギリついているというところで35から40、経済経営学部の方で 42.5 というところですので、まあそれほど、まあ有名な大学でもないですし、人気を集めている大学でもないですし、それほど難しい大学ではないという言い方ですと、まあ、奥歯に何かが詰まったような言い方ですけれども、まあ、F ランに一歩足を踏み入れているような大学ということになってくるかと思います。で、まあ、全員の学生さんと話したわけではないんですけれども、ですので、まあ、眉唾で聞いていただければよろしいかなと思うんですが、まあ、おしなべて元気がなくて覇気がなくて、どちらかというと高校の延長みたいな形で、通っている学生さんが多いのかなという印象を持ちました。で、ホームページを見ていて一番びっくりしたのが、まあ、これが元気がない覇気がないというところの、まあ、これが一つ証拠になるのかなというところで、ホームページ上で見つけたんですけれども、これですね、就職する学生さんの保護者に向けての説明会を開催しました。で、昨年よりも、盛況でしたよという、まあ、びっくりマーク2つつけて、大学側が公表してしまうような、ですので学生さんたちは、まあ、就職に向けてもそれほど、元気があって覇気があってやる気に満ちていてとか、将来の夢があってですとか、というところは、まあ、感じられないお子さんが多い、まあ、これが一つの証拠なのかな。お父さんお母さんを集めて、こういうふうにしないと、お子さんたち就職できなくなっちゃいますよっていう説明会を、しているんだなという、ちょっと心配な大学なんだなということが見て取れるかと思います。で、まあだいぶ遠回りのお話で、そもそも川口北高校の話だったんですけれども、お隣の埼玉学園大学の話をここまで見てきたんですが、ここで心配になってきてしまうというか、川口北高校が人気低迷になったっていうのは、通いづらいとか駅から遠いとか、まあ他に一律の川口ができてしまったとか、いろいろまあ数え上げれば理由はいろいろ挙げられるんでしょうけれども、もしかしたらこれじゃないのかなってふと、とぼとぼ歩きながら思ったのがですね、こちらですね、毎日埼玉学園大の学生を見ることになりますよね、川口北高校へ通うことになると。そうすると、まあ、埼玉学園大の中へ入ってということはないんでしょうけれども、なんとなく毎日オープン
キャンパスみたいな感じで、埼玉学園大の学生さんを眺める。で、大学生ってこんな感じなんだなになってしまう心配、これがもしかしたら、お父さんお母さんあるいはご本人さんも、高校自体の雰囲気とかそういうものではなくて、そんなものをなんとなく、うっすら感じ取ってるんじゃないのかな、で別に川北じゃなくても他に選択肢あるしねっていうところで、まあ、1人抜け2人抜けというところで志願者が減っていくと、人気低迷になっていやしないかな。ですので、まあ、この辺については、まあ、私がとぼとぼ歩きながら想像した、眉唾な話です。で、もし川口北高校川北に通うっていうことになるあるいはこれから、するということであれば、川北は進学校なんだよという気持ちを維持し続けられるようにお父さんお母さんがぜひご指導していただいて、まあ、お隣に立っている、埼玉学園大を悪く言うつもりはないですけれども、よもや、川口北高校から埼玉学園大の学生になるということは、まあないと思いますので、先ほどの共通テストの得点率どっかにありましたよね、これですね、半分取れれば合格っていう大学との学生さんと、川口北高校の生徒さんを比べると、多分川口北高校の、生徒さんですと2年生の時に同日模試ですか、共通テストの同日模試を受けて半分ということはないと思います。もしかすると6割に手がかかるようなところまで、得点できる、あるいはまあ川北の中でも優秀なお子さんですと6割以上取れてしまうお子さんたちが、いると思いますので、その中で、川北は進学校なんだよとい う気持ちを維持し続けてですね、頑張っていただければなと思います。でちょうど私駅へ歩いている途中でですね、多分川口北高校に対外試合かなんか、何のスポーツだかはわからないんですけれども、他の高校生が来て、来てっていうよりも来ていた高校生たちが駅へ向かってぞろぞろ帰っていったっていう状況なんですけれども、まあ高校生の方が元気があって、覇気があってというところ、その脇をですね、埼玉学園大の、学生さんと思われる方々がとぼとぼと、覇気がない元気がない感じで帰っていく姿を見ると、高校の延長で私服にはなったけれども、まあ行きたくないな、でもが大学要は学校行かなきゃなみたいな感じで通っている大学で、その学生さんたちと、まあ、駅が一緒ということで、それを毎日見るっていうのは、まあ、ちょうど、多感な、思春期の高校生の3年間にとってどうなのよっていうところはぜひ考えてみた方がいいんじゃないのかな。で、まあ、このお話が、実際に本当かどうかというのは脇へ置いておいていただいて、で、実際に現地の高校へ行ってみないとわからないこと、こんなこともありますよというところの参考にしていただければなと思いました。では今日はちょっと取り留めのない話を差し上げましたけれども、ぜひですね、これから陽気も良くなってくると思いますので、現地の高校、候補に上がっている高校、ぜひ説明会だけでなくですね、足を運んでみていただければなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。